はい、皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、よそぐきです。というわけで、とある話術のバーチャルモンの続きをね、やっていきます。まあね、神崎編が始まるよっつ話ですな。じゃあ行きましょう。神崎、おっぱい神崎。シリアスなモードなのかね、これは。さてと。さてと。毎度の学園都市ですが、バーチャロン、こうもイベント色が強いと圧倒されますね。はいはーい、サポート AI のリリナちゃんです。どうもよろしく。よろしく。またうるさいな。これもまた偽装に役立つという話でしたが。偽装？ん？偽装？ともあれ、世界中で起きている問題の核が学園都市にあるのはほぼ確定。あらかじめこちらに潜っている土帝と合流するのが先決ですか。イギリス。こんなとこでじっとしているのもつまんないですし。ではでは、対戦相手のサーチ始めちゃいますね。まあ、悪目立ちせずに街の中を自由に歩けるならば。言葉の端々がいちいち不穏なんだよな、この人。と出ましたよ、意外と近い。ん？誰だね。あ、やっぱやべえ、レッサー。どうしてあなたのような魔術サイドの凶悪犯が学園都市に。凶悪犯。くっそー。どちらも凶悪犯。カムフラ用に調達した機材だったのに。使い方マスターする前に装着したらこのざまですよ。残念だったな。そちらも潜伏中というわけですか。何が目的かは存じません。なんかすげえとこ来た。ここでおとなしくバクについていただきます。バク、お縄にちょうだいだよ。あ、これ1対1か。あ、ゴームドなめんなぜ。ラウンド1。ラウンド1なぜ。もうぶん殴るぞ、いきなり。いきなりすっとむよね。逃げるからないんだよね。出るか。いや、もう終わるな。あれ？今です。ターボアタック。いやー。やがらんでね、それ。お疲れ様でした。ぶっ倒したぜ。いやー、グランティーが出ないね。まあ、出ないんですけどね。まずい。やっぱ成人相手に真っ向勝負じゃ分が悪いか。そうかい。ならば、さっさと逃げるまで。それでは。逃げられた。逃がすか。ナビ役の私が置いてきぼりとは何事なんですかね。レッサーはどこに。確かにこちらへ逃げ込んだはずなのですが。お、コミュ TV の観光情報チャンネルによると、この先で騒乱警報が発生中です。騒乱。穏やかな言葉ではありませんね。穏やか。まあ防犯マップのすごいなと考えていただければ。お祭りとかバーゲンとか加熱気味の人口密集地帯を表示して。ああ、学園都市はいろいろ問題ばかりなのです。噛み合い、ひったくりなどを避けてもらうといった意味合いです。そんなのあるの。最近はそんなことまでわかるのですね。まあカメラと動体解析の組み合わせで、極度の興奮状態にいる人は特徴的な震えを示すものなんです。震え。そいつが領域一体で加速度的に広がっていくと、まあパニックが伝播していく過程がわかるという感じでして。へー。ただ発生原因は事件？事件。レッサーが何か起こしたと見るのが妥当でしょうか。レッサーが起こしたのかね。SNS やコメント欄などから詳細把握。わっ、
タジアムでフーリガンたちが暴れていますよ。これが会場の外まで溢れ出たら立派な暴動になっちゃいます。立派もクソもないかもですけど、フーリガンとはいるんだね。そもそもの発生原因は誰推しなんだお前ら。諸説あって特定できませんが、つまり誰も彼も確信はないのでは。救急車なども来てないようですし。ゲコタ先生、私の追跡をまくために適当な試合を妨害して群衆をパニックに陥らせたか。ゲコタ先生来いって。うわわわわわ、このままだとマジで表にまで溢れてきますよ。人の波が来る前に逃げて。構いませんよ。はいよ。多少荒領事になるかもしれませんが、本当に将棋倒しなどで怪我人が出ても問題です。故にここで全員叩く。全員ぶっ飛ぶ。バーチャロイドを使った戦闘であれば相手を即死させてしまうリスクも減りますしね。即死即死とかあるのかな。うそ、何これ3体ぐらいいるけど。どれが相手なんだい。うわー、なんかすげえな。モブ野郎だ、モブ野郎だもん。ターゲットがダウンしました。なるほど、そういうのがあるな。あ、ちょっと、終わる。意外でしょ。あ、普通に打てば、普通に打てば勝てたわ。ウェーブ開始。ウェーブ見えてました。ほらほら、終わったんじゃない。だし前ダッシュ攻撃がやっぱ強いな。見えてます。ほらほら、まずは一気がきつい、二気がきつい。よし、終わりだな。楽勝だったぜ。やりました。普通にミッションモードだったか。ま、こんなところですか。こんなところだな。うぃ、数の優位っていう基本中の基本を短期でぶっちぎっちゃいましたよ、この人。リアリティというのも良し悪しですね。無双だ、無双。人が無条件に間近の落雷に身を縮めてしまうように、激しい光や音は本能を直接揺さぶりにかかる。神崎無双でした。短絡的な暴動で沸騰している方々に冷や水を浴びせ、冷静さを取り戻させるには十分でしょう。ぶったたいただけですな。レッサーは、まあ、確認するまでもないですか。まあ、いない。どうするんです。ひとまず予定通り土味方と合流して必要な情報と装備を手に入れてから、改めて下手人を追えばいいでしょう。まだ合流してないよね。ってことは上条ちゃんストーリーよりは前の話。まったく、先に土味方と合流してからという話でまとまっていたはずでしたのに。全然合流できないんだから。ああ、あっか。偶然とはおぞましいものですいえ、成人として幸運を引き当て、確率や統計を歪めていたのやもしれませんが。つまり何がどうなってんです。成人とか言っていますけど。成人、私も彼もちょっとした規格外とでも考えていただければ。魔法使いで向こうはすでに第一線を退いていたはずなのですが。見逃すつもりはないのであるか。見てしまった以上ないのであるか。見てしまったな。ロンドン島に幽閉されているはずのあなたが外を歩いているだけで、すでに我々にとって重大案件となりますから。なんで捕まってんのに解放されてんだ。同じアフアムドよ。おいおい。ラウンドワン。レッツリー。ほら、ほら。大したものである。そうか。ぶっ放すぜ。オーバーだ。一瞬で決めました。まだでない。では、何を。上はつけんか。あんまりこれやる意味もわからない。ああ、くそ。当たりはしねえな。
スライディングからの。挑戦に値するのである。そうですかね。あと一息で撃破可能です。いや、ダメかね。ちょっと待って、残り半分です。あ、ファルコンダイブ抜けない。当てたっしょ。来ることまで普通にぶった切ったけどな。ドカーン。いやー、ご覧手が出てきそうですね。やりましたね。やりました、やりましたぜ。これは何かの負担？身動きが。いや、今ので何回やられた？翻弄されている間なら本当に殺されていたところです。諦めろ。聖人がどうのこうのの話などどうでもよい。勝ったのに負け、存在するのはショーとハイのみである。勝ったのに負けちゃったみたいになってますけど、今の私に聖人としての力が使えようが使えまいが、最後に勝てば問題などなかろう。命を取り合う実戦で資質や武装に遠慮する者などいない。誰もが生き残り、勝ち残るため全力を尽くす。そうだ、その通りなのです。貴様にとっての幸運はただ一つ。今私の気分は乗っていない。それだけである。気分が乗ったらボコボコにできるとでも。ひでえ話だぜ。大丈夫ですか？ダメだこれ。フェードペインが出ているなら最寄りの医療機関を検索することをおすすめしますけど。フェードペイン。フィードペイン。ほら、あなたたちって魔術？ちょっと意味不なもん扱っているじゃないですか。意味不なもん。それと MSBS のセーフティーが効かない可能性がありましてね、正規終了に支障が出るかもしれないんです。まあ、パソコンをマウスクリックで終了しないで電源引っこ抜いちゃうようなもんでしょうか。どんな影響出てるかわかんないですし、専門家のご意見聞いた方がいいと思います。よし、ゲゴダ先生どこ行こう。いいえ、成人の体構造を網羅した医療カルテをこの町に残すわけにもいきませんから。そうなのか。土味方です。レッサーにアックは強敵が紛れていることは間違いありません。もともと世界規模の問題の中心がこの町にある。それが分かっているなら、陰謀がありすぎる。こちらも戦力を増強する必要があります。何としても確実に学園都市に潜り込んでいる土味方と合流しなければ。学園都市に潜り込んでるってな。潜り込んでる。 ID 情報確認。例の人物ですよ。ああ、やっと土味方。よう、姉ちん。派手にやられたって話を事前に聞いちゃいたが、続行できそうかにゃ。グラさんかにゃ。派手にやられたっていう情報はあるか。問題発生中だからこそ、念には念を入れさせてもらいます。どういうこと？天下や五人の類ではなく、あなたは本当に土味方元春で正しいのか。刃や拳で語り合いましょう。疑いすぎだろ。あっ、ドルドル。イエーイ。もういを通すぜ。いや、あほら、やったった。死んだフリー。いいぞ、勝てえな、やっぱ。ドルドル、勝てえんだよ、お前。これでもどうぞ。ドルドル、ドゥー、ついたよ、これ。これでもどうぞ。これでも、あ。痛い、痛い、痛い、痛い。はい。うわ、あと一息で撃破可能です。
あれなんだね。ちょっと待って。試合時間残り半分です。ふっ。何？ミスったか。よし。ふっ。ああ、はい、見えない。試合時間残り30秒です。バイバイ。当たったら倒せばよかったな。6勝だったぜ。まあ勝てばいいのです。勝てば。これで満足してもらえたかな、姉ちん。あの、香里様？うん。どうした？まあいいでしょう。まあいい。旧大点です。ド派手なフィードペインですりつぶす気かよ。そっちにとっちゃ腕試しでも、俺の方は命がけレベルなんだがな。互いの情報交換から始めましょう。時間がないのは確かですが、これは想像以上の事態です。そうか。そうして万全の準備を固めたら、改めて挑みましょう。大きな闇に。闇に食われろ。終わりですね。終わりましたけど、だったんす姉ちん。姉ちん。お。ん？ん？神の座に近いが、やや蘇生が違うか。いずれにしても、誰でも踏み込める場所ではなさそうだが。誰だね。ガリガリ。前後左右どころか、上下の概念もない世界に不純物とはな。さながら声が届かなかった場合の保険か。どこのバカだか知らないが、これだけで貴様の不安が見て取れる。言っておくが、私は特に優しくない。寛容でもなければ公正でもない。おおよそ神らしからぬ発言だが、神は言い訳をしないものだ。せっかくあの人間を使って無限に等しい退屈を少しでも紛らわそうとしたところでこの騒ぎ。あげく、イラン調整のおかげで、もはや不要となった肉の器と力まで押し付けられたときたもんだ。平たく言えば、私は切れている。マジ切れ。で。この程度で神秘を覆ったつもりか？こちとら片目をえぐって首を吊り、英知を手に入れた魔術の神だぞ。この神が一度だけ警告する。上から目線で一方的な覗き見は気に食わん。同じ席につけ。さもなくば次は貴様の臓物までさらけ出す。タングラム。あ、タングラムだ。オラトリオですか。オラタンですか。オラタン、オラタン、オラタン。いさか。いさかビリビリ編が始まりますよ。とある科学のレールガンじゃないですか。参ったわね。何タッチ画面指先でスイスイしながら難しい顔してるの？スイスイ。反応鈍いのは相性の問題では？手袋やハンドクリームのせいで誤作動起きると公式サイトで報告ありますよ。その乙女の点滴みたいな静電気体質じゃね。うるさいな。そうじゃなくて、街を挙げてのお祭り騒ぎ、クリーンなスポーツ大会、
新薬開発協力に莫大な賞金。なんで新薬なのかね。確かにどうにもうさんくさいんだぞ。だぞ。この町で難病を克服するために力を貸してくれだなんて、いろいろと思い出しちゃいそう。またクローンを使った人体実験みたいな、えげつない真似が水面下で動いているとでも。クローンね。不明力全開だから調べるんでしょ。ミサが妹。そうでもなけりゃミサカさんみたいなのと組んだりしないわ。へえ。で、手を組むからには一つ儀式を乗り越えないといけないんだけど。儀式。わかってるわよね、ミサカさん。お前を無事のめせばいいんだろ。何よ。ほら、とっとと頭下げてあなたのリソース差し出しなさいよ。カラーは何色なの？はあ、だって新しくチームを組むっていうのはそういうことでしょ。カラーは何色？バトルも交渉術も込みでの大会なのよね。紫みたいな色だけど。ま、序盤ならカラーはさほど重要じゃないけど、大事なのは美坂さんが私に向けて頭を下げること。美坂さんからお願いして、どうしても、ああ、どうしても手を貸してくださいという図式が面白いのよね。ま、別にいいけど。じゃあ面倒いんで色合わせるわよ。ちなみに私今薄墨色だから。薄墨って私の綺麗な黄色がただ濁っただけ。RGB の原色に揃えてから白に合わせて最短優勝するこの私のパーフェクトな道が。さっさと済ませましょう。隠れてこそこそっていうの性に合わないのよ。パーフェクト。別に好き好んであの子たちに隠し事をしているわけじゃないんだから。そう、ジャッジメントですの。でも向こうがおとなしく待ってると思ったら大間違いみたいだぞ。何？ん？やばいのが来たな。おてめはばいきなりのテンションが怖い。でもって、あれ確かあいつこんなどうしようもない場面でしかも顔見知りと遭遇するだなんて。ああ、レッサー言ってるそばからこっちを見なさい。お姉さま、私というものがありながらこのような浮気を。待ちなさいよ。なんで同じ学校の生徒が顔を合わせてるだけで妙な疑惑を押し付けられないといけないわけ？てか私としたって美坂さんと仲良し小良しなんて扱いまっぴらごめんなんですけど。言われてみれば一旦クールになるんですわ、白井黒子。ひょっとしたら単なる誤解の線も。全てが誤解。ポータブルデバイス宛てにコールですね。通話どうぞ。何ですか？おい、ビリビリ。あ、ビリビリ。ちょっと話を聞きたいんだけども。なんだ。おー、あ、あ、どす、最悪のタイミングで。そうだ、諸侯、あんたは何とかして黒子をなだめ。どうしてこう知れた、こいつ、この野郎、あの人と番号交換してるわけ。こっちはいろいろ複雑なことになってんのに、カオスが伝染してるよ。てかあんたの反応も気になるな。おい、だから人の話を。ああ、許しません。お姉様の隣に立っていいのは私だけですの。切れちまったぜ。超ウケるぜ。よしよし、よしよし、よし、よしよし。はい、あ、ダメだやんの。開幕ビーバー、常識よ。うるうるー。
通の攻撃ではね、ライデンが強いからな。うもうやってらんないんだぜ。はい、プレゼントだけだ。えっ、あ、何でーもう焼けちゃうんだけど、弾の回復がね遅いんだよ。いやです、ダメです。同じやつを狙ってくれ。やだ、残り30秒です。残り30秒。削るね。はい、ダーン。あれー、ダメか。あれれー、あれれー、よし当たった、よし当たった、当たる。ダメでーす。ウェーン、ロガー。一応撃破したけどね。私の勝ちみたいね。まあ、こんなもんですな。なんだ。やられた。愛の無知って恐怖力全開よね。恐ろしい。こいつはこれくらいでちょうどいいの。はて、本当に教育されているのはどっちなのやら。あ、どうしたの？早く本題行くわよ。うん、本題。はいはーい。仰せの通りに。で、で。さて、ブースターズカップそのものが怪しいと睨むなら、ここを調べるのは外せないわよね。大会運営本部ですな。ですな。でも、馬鹿正直に本丸調べて秘密力がわかるようなら誰も苦労はしませんけど。本丸ね。私は電子機器、あんたは人の心。ああ、そうだな。でも専門分野が偏ってる分、それぞれ見落としがあるかもしれないわ。改めてアタックしてみましょう。おやおや、人目につかない裏口周りでばったり遭遇とは面白くないシチュエーションですね。あとさっき言っていただろ、レッサー。可能性1、単なる一般プレイヤー。一般プレイヤー。可能性2、それに見せかけた運営サイドの用心棒。そして可能性3、私たちと同じく忍び込もうとしていた誰かさん。ただし、これが一番危険力だぞ。う、何か読み込みに問題でも発生してんですかね。対戦領域全体に原因不明の高負荷を確認。フィードペイン発生率が上昇しています。お気をつけて。アクアさん、用心棒だから。そして可愛いひよこちゃんたち、そちらも手加減する必要はありませんよ。少なくともただのプレイヤーってことは絶対にありませんから。そうでしょうな。ただのプレイヤー、なんか探りを入れてるんだろうな、ミカサは。伊坂は、伊坂は。これもジャッジメントのお仕事ではないのかい。うん、さてどうする。おいよー、いきなり当たったよ。何をやっているのか、痛いっすね。早くない、味方が早くない。
ストーリー的に言うとレッサーを倒しても無難かもしれない。はい、ダメです。まあこれダッシュ、ダッシュビームをやった方がいいかな。なんか接近して振っただけとか、ふっ、いいぞ。よし、さあ、よし、ふったー、よしよし、待ってー、ふっ、ねえねえ、ふっ、なんでやねん、ただ510です。ああ、なんとか倒せたな。勝てばいいんです勝てばよかろうなのです。でだ、うわっと、うわっ、あのマッチョレベル5、2人がかりでもこっちが押し任されるですって。犯罪人ですか。はぁはぁ、こんな調子じゃ私たちに道を譲ってもらうしかないですかにゃ。そうですかにゃ。これ以上の騒ぎに意味はなく、何より女を徴着する趣味はない。一時撤退するのである。でそんだけの力があれば真正面からボコ殴りして道を開けちゃえばいいのに。ボコ殴り、うっと、味方相手でも容赦なく突きつけてきますかね。私も可愛い女の子だってば。うん、わかったわかった、わかりましたよ。ヘイオリエンタルお嬢たち、命拾いしたな、こんちくしょう。さいなら。あ、帰ってったのか。え、結局、何だったのかしら。何だったのかしら。やっぱり不明力だけど、警戒しながら進んだ方が良さそうだぞ。なんでそこだけボイスなかったの。ここボイスないですね。おかしいな。さっぱり不明力だけど、警戒しながら進んだ方が良さそうだぞ。わかってるわかってる。わかったわかった。ちょっとあらぬバグを発見してしまったかもしれん。出なかったわね。何も出ない。そうね。まあ、運営はそんなに。今回は、まともな大会だったってわけなのかしら。ん？ああ。バカにはわからない独り言だから気にしないで。世界線移動したってことは。バカ正直力で本丸調べてもなんも出なかった。やっぱり美坂さんと一緒だったのがまずかったのかしら。私のせいみたいな口ぶりはやめてもらえませんかね。そもそも運動音痴のあんた一人じゃ忍び込むどころか最初のフェンスも乗り越えられなかったでしょ。何を、お、やるか。お二方、ふっ、どうしてあんたいきなりこんな、ね、コール来たからとりあえず通話をつなげましたけど。なんで？つかさっきも連絡言えたのにいきなり切り上がりましたよね、バカ野郎。この細かい機微のわからん心臓に悪いダメ機械は雑巾みたいにねじってくれようか。話はさっぱりなんだが、とりあえず仲良くしておきなさいな。おきなさいな。しょうがないわね。そういや、ちょっと聞きたいんだけど、ブルーストーカーっての知らないか。ブルーブルーストーカーは知ってるよね。何にしてもヤバい相手だ。はい、わなんだ。見かけてもぶつかろうなんて考えない。またボイスがなかったじゃあな。うん、
ブルーストーカーね。また燃えすがらかったからちょっと読んでないんだ。ここですね。サイファー、デルタ、デルタ、サイファー、デルタだからサイファーだから分かんない。ブルーストーカーね。青いサイファー。向こうで何か巻き込まれているみたいだけど、暇があったら調べておこうかな。暇じゃないんだ。ひょっとしてあの人に褒めてもらえる？何？別口のプレイヤーが近づいてきてますよ。マッチング待機中。何？ああ。お前らが。お取り込み中でしたか。そうです。どうしたのかしら、ウイハルさん。そしてサテンさんも。いやね、天下のお嬢様たちが白昼の路上で周りに気づかないほどお願いに没頭していただなんて。きっと良くない幻覚力だから、私のメンタルアウトで頭の中をきれいピカピカにしてあげてもいいんだぞ。こいつ、ちょっと何よ。私は美坂さんのためを思って後腐れのないように。ボコボコだぜ。え、あはは、お嬢様世界の作法は高度すぎる。とにかくウイハル、こっちじゃないみたいだよ。そもそもサテンさんの言うような話なんて本当にあるんですかね。ブースターズカップの秘密だなんて。うん？何？それってどういう話かしら。ああ、それはですね。おっと、そう簡単にネタは明かせませんな。話を聞きたいならまずは私たちに勝ってからに。ボコボコにしてやるぜ。ああそしてレベル5勢に喧嘩売るなら私を巻き込まない位置でお願いします。サテンさん、ボコボコにしてやるぜってなとこですかね。てかもうボックス系はちょっと硬いね。硬い。さて倒しましょうかね。おい、こら、ウィハル、ウィハル、マリープレスをお願いして、うるぅ、よし、ドゲーン、やられちゃうよ。ちょっと奥崎が過ぎましたね。よし、行動もうだ。よっ、当たりはしねえで、当たったけど。よし、ふん、くらえ。なんだとー、またお前、今です。みそか、ビリビリ、三拍子近距離でやったよ。三拍子近距離でやったよ。うるねえ、ダメかね。しばらくさーん。やったー、めっちゃ撃たれた。うん、よし、どげー、ふん、当たったぞ、当たったぞ、ダダダダダダ、危なかった。勝ちましたかね。わー
人ともごめん。ボコボコだぜ。むしろ感謝してほしいくらいよね。その気になれば私の能力で頭の中をひっかき回せたんだし。この善悪の塊は遠心分離機にかけてしっかりバターに変えておくから。友情エナジーの暴走力でしれっととんでもない約束交わしてんじゃないわよ。バターにしまうぜ。や、約束は約束なので仕方ありません。知ってることは話します。ほら、さてさ、知っていることを全部話すんだ。いや、と言っても大したことじゃないんですよ。バーチャロンって今でこそ大業な大会になっていますけど、元はといえば小さなフリーゲームらしいんですよね。フリーゲームだったの？作ったのはホワイトフリートだったかな。ホワイトフリート実質一人ぼっちのベンチャースタジオって話です。セガさんじゃない？ヒットメーカー。大会運営には大勢のスタッフが関わっているけどソフトの開発は一人で行っていた。ソフトの開発はヒットメーカーさんで。使われているコードもかなり特殊ですしね。例えばステージ組成一つとってもですね、全世界気象シミュレーターを組んでからゴルフゲームに落とし込んでいるような無駄の塊とでも言いますか。ゴルフゲームって何？あ、それだ。バーチャロンは常にまっさらで目立ったシステムトラブルがないので有名なんですけど、実は過激な方法でハッカーやチートを撃退しているからだって噂もありましたよ。そもそもバーチャロンってなんで二足歩行にこだわっているのかとか、骨格が見えない部分がありますし、やたらと安いハンバーガーの秘密といったように納得できないものを納得したがっているのかもしれませんね。四脚もあったような気がしたけど、ないな、ないわ。手はいっぱいあるやついたな。ま、妙な仕込みをするとしたら一番怪しいけど、個人となると雲隠れもたやすそうだぞ。ジグラットは四脚じゃん。だとすると一応当たっておいて損はないか。何もなければそれでいいんだし。そうです。あ、それならあれ使ったらどうです？ビリビリん？何？最近噂になってるんですよ、トークンっていうの。リリナにプラグインさすだけでブースターズカップのガイドをしてくれる対話型 AI サービス。サテンさん、何でも超効率的に欲しいカラーのリソース持った手頃なプレイヤー見つけてくれる新サービスなんですって。仕組みを知り尽くしている開発人ならやっぱり純白に近い大勝利セレブなのかな。あるいはわざと目立たない地味な色をキープしているのかも。そんなやついる？あ、これはもう諦めて思う存分最後まで吐き出させる腹だな。どっちにしたってこいつを使えば違和感が見えてくるかもしれませんよ。トークンでしょ。えいっす。学園都市の能力開発だけでは説明のつかない力。ホワイトフリート。ホワイトフリートにトークン。そして美坂さんから色を合わせてもらったこのリソース。うん。色合わせてる。そろそろかしら。一体何をぶつくさ言ってんのよ。そろそろドーン来た。能力による狙撃ですって。そうだろ、これ能力だ。プレイヤー職方岬から一方的なチーム破棄宣告が来ていますよ。ああ私が時話台でクイーンって呼ばれているのはご存知のはずよね。汗水垂らして自分で戦うなんてみっともない。そんなの無数の働き蜂に任せればいいんだぞ。どうしてこのタイミングで？別に欲しかった情報は全部集まったから、これ以上ペアを続ける意味力はないかなって。あらあら、それともみさこさん、いつの間に別れを惜しむほど私と仲良くなっていたのかしら。プレイヤー職方岬からの対戦マッチングが申し込まれています。回避不可。回避不可って何？まさかあんたに感謝する日が来るとは驚きだわ。驚きですね。先に裏切ったのはそっちだし、遠慮なくぶっ飛ばしても文句なさそうよね。裏切りとかできるんだね。裏切りとかできるんだったら別に地味うちにやんなくていいじゃん。
さっさと始めようぜ。おい、分かってんだろんな。全然分かってないな。当たんなきゃ意味がないのですよ。当たらなければ意味がないのです。ただじゃ置かないから。はい、バッチ。イエー、はい、バッチ。プレゼント爆弾だ。おいてーす。よし、バーイ。ぶんまき。この4つのやつって絶対当たるよね。スライディングのやつなんですよ。本当はさ、しゃがみ打ちなんだけど、しゃがみ打ちできなくない？スライディング打ちしかできないね。またできたりする。やっぱり筋肉と乳酸で脳みそ動かしている脳筋種族とはそりが合わないんだぞ。乳酸菌ドリドル食法。食法さ、はいはい。顔も見たくないって言うんでしょ。こっちも同感力。これはどっちが勝った手なの？これ複数の不自然な熱源を感知、何か来ます。食法かな。かわゆい働き蜂の皆さん、遠距離オンリーでオーケストラのフルコースお願いね。みさかボコボコにされます。みさかさん、ご自慢のライデンに背中を預けるのはいいけど、今度のバーチャランではぶち抜かれないよう注意なさい。ぶち抜かれる。ああもういない。この町のお嬢はどいつもこいつも化け物揃いかよ。化け物ですね。化け物だ。いやでも考えてみりゃ、あの昭和の女を引き止める理由も特になかったのか。それもそうかもな。やるやるだ。ホワイトフリート、ホワイトフリート、あった。ホワイトグリント。ああうー、ハードウェアに原因不明の干渉を確認中です。なになに。データによると、登録者はフラッシナ・リリン。フラッシナさん、完全な個人スタジオ。フラッシナさんじゃん。でも何これ、難病新薬どころか製薬会社とのつながりなんてどこにもないじゃない。どっかにもない。もう限界だ。誰かヘルプ。アドレス帳の中から使えそうな人材は。コールコール。なんだ。急に。どうしたビリビリ。リリナ、あんた何してくれてんの。結局何がどうなってんの。うるさい、私は自己保存を優先させてもらいます。やっぱり新薬開発のシミュレーションは嘘だった。でも、なんで勝手にそれならバーチャロイド同士の激突は、スパコンに匹敵する力を使って何を演算しているの。何を演算。あれ、おっと、深淵をうっかり覗き込んじまったのがまた一人。どうする姉ちん。表の顔ならともかく、裏の顔の時に鉢合わせるとなればそれなり以上のリスクがあります。可能な限り危険から遠ざけたいものですが、当然聞く耳は持ちませんよね。陰謀だらけですな。土味方に神崎。あれ、おい、ちょっと待て、ミサカ、そいつらと変わる。変わる。私の問題に巻き込むのも尺だし、この上から目線の感じねえ、さっきもあったわ、あんたたちみたいなのと。やば、思ったよりも深みにはまってるかも。ならばなおのことです。どういうことよ。どう思われようが、ここで引きずり上げます。敵ですよ、敵。どうにもこうにもだな。てか、やっぱり2対1じゃん。どっちか倒せばいいんだろう。じゃあ神崎倒す。神崎、まあ神崎最初からロックオンしてる。食らい上がります。俺が
うわあ、なんか封じられたよ。邪魔です。邪魔です。よし、当たった当たった。当たっただけ。よし。待て待て。うわビリビリってる。うっ。よし、当たったぜ。よし、倒したぞ。かなりご利用しな部分があったが。ドガーンって、このビーム打たなくなったね。初期はビーム打ってたんですけどね、勝利の時。元に戻ったね。ここまで来れば。チェン、怪力バカどもめ。逃げたのか。さっきと同じでキリがない。食法と同じ手を使うのは尺だけど、食法逃げて正解だったみたいね。うん、それに妨害が大きいほど確信も強くなる。ホワイトフリート、フラシナ・リリン、この線を追っていけば間違いはなさそうだわ。別に悪い人たちじゃないんだけどな。協力者なんだがな。あった。え？個人スタジオのホワイトフリート。大規模な大会運営だけ注目していたら絶対見つからなかったわ、こんなの。ん？あ、知った。私も知らないとは尺ですね。わざわざマスキングで隠しているとは作り手に信用されてないのかな。ここまで来ればあのスタジオのストレージを直接調べることができるはず。なんだ。うわ、なに。そこにいるのは美坂さんですか。じゃないですか。やっべ、重度のフィードペインを確認。速やかに医療機関への受診を推奨します。速やかに下田先生送り。ウイハルさん、一体どうしたの。それにサテンさんは。どうしたもこうしたも通行さんじゃない。そこのハッカー気取りがホワイトフリートの奥まで潜ろうとするからだろうが。ホワイトフリート、やっぱり。そこで首かしげなかったってこと。お前も覗き見やろうか。覗き見やろう。美坂さん、私じゃ足手まといにしかならないけど、ここは私が食い止めます。美坂さんはジャッジメントのみんなに伝えてください。ジャッジメントですの。ブルーストーカーって未登録機のことを。サテンさんにもお願いしているんですけど、複数ラインを設けた方が確実です。ブルーストーカー。そうです。サイファー、あのバカが言っていたやつじゃない。あのバカ。各地で暴れている機体をひっそりシステム領域に埋め込んだのは他ならぬ開発者のホワイトフリート。つまり黒幕はフラシナ・リリンです。ああ、それを言っちゃえよ。標的が一人増えるだけだってことまでは頭回んなかったか。いいえ、あなたが気にすることじゃないわ、ウイハルさん。あれ、ウラシナさんもしかして黒幕なのか。本当にどの道こいつとは勝ち合う予定だったんだと思う。同じレベル保有だから。こっちから高い負荷を押し付けてフィードペイン発生率を急上昇させますか。あんたが私たちの前に立ちふさがるなら、平気な顔して大事な友達を傷つけるなら、ぶっ飛ばされる覚悟はできているんでしょうね。ビリビリウイガルと一緒なのか。なるほど。すんげえ重量なお二人ですね。マジかこいつ。ほら当たれ。ミスったか今。逃がしませんよ。ほら、あ、打ち上げちって。
これはプレゼントボム。ドガーンダメでしたね。いてーっす。これでも食らうかい。はっ、当たんなかったな。失血あるたぶん弱いからだよ。はっ、これでも食らう。あーダメかね。ダーン、当たんなかったよ。ウィハルが決めた。ウィハルじゃねえか。うわー、みんなパカーです。怖いです。ボックスゲってベルクドルの進化系だったかな。グッ、あ、やっぱり負けちまった。負けちまったパーティーン。まあこんなとこか。勝ったら負けた。あ、スタジオに向かう電力供給がなくなった。いや、機材ごと持ち出されてる。あの人は足止め役で、本命のフラシナ・リリンは逃げ切った。機材についても何も知らない業者の人とかを使って持ち出されたってことですか。綺麗なガキども、今回はたまたま運が良かった。だが次も幸運が続くとは限らねえ。岡本さん、くそ、重度のフィードペイン発生中です。動かないでください。ゲコだな。新薬開発にゲコだ、ゲコだ。またもやあの第一位まで関わってきてんのよ。第一位。美佐子さん、第一位だね、一応。実験の匂いが漂ってる。でも本当のところは水面下で何が起きているの。ここまで来て諦められるか。くそー、腐ったれー。終わりです。ああ、次回ね、続く。ビリビリー、ビリビリ。ビリビリ映画。称号ビリビリもらいましたよ。はい、つうことで、次、スターテンさんか。アワームドじゃん。というわけで、まあ、今回はこの辺にしたいと思います。それでは、またのご来店、お待ちしております。